はい皆さんこんにちはパンダスタジオの中村です今回はですねブラックマジックポケット,ポケットシネマカメラ 4K こちらをご紹介していただきたいと思いますこちらのカメラ次世代のハンドヘルド 4K デジタルフィルムカメラついに登場とこんな形になっています 非常にですね小型で使いやすいしかも高性能なカメラなので、まあ、皆さんにもですねよく知っていていただきたいと思います。今回はこのポケットシネマカメラの使い方という形でご紹介をしていきたいと思います。で最初はでですね、えー、非常にに基本的ななこことになるので、えー、こういった デジタル一眼をですね使ったことがある方はまい大体わかると思うのでまあ、飛ばしていただいても良いかなと思いますこういったカメラ初めて触るような方のためにですねレンズの付け方から電源の入れ方そういったところをまずはご紹介したいと思います でこのブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K なんですけども小型で下半線に優れたデジタルシネマカメラです高品質の 4KDCI ウルトラ HDHD のイメージを CFIRST2.0 および UHS1UHS2 の HD カードに収録することができます。あとこのほかですねタイプ C の USB でフラッシュメディア SSD とか、まあ、そういったものをつけてそちらに収録することも可能です。 でこのポケットシネマカメラ 4K はプロレス非圧縮シネマ DNG ロー圧縮ローなどのポストプロダクション用のププロ使用コーディッッククででリップを収録すすることができます特にですねこのローデータ、ね、色データがちゃんと入っているこのローデータでしかも圧縮可能なローデータで撮ることができるので、うん、でしかもですねブラックマジックさんですとダビンチリゾルブあるいはダビンチリゾルブスタジオっていうですね編集ソフトがあるんですがこちらのソフト カラコレ機能は非常に強力なので色を後で調整することができる編集ソフトなのでこのローで圧縮可能なローで撮っておいて後で色を調整するなんていうふうに使う時に非常に便利に使うことができます。でこれらのですね 4K で撮れてローデータ圧縮ローで撮れるですね非常にポストプロダクション用に便利なカメラ レンズを装着して電源を入れるだけで、もう使用できますという形になっています。はい、ではですね。今回レンズの装着方法をまずはご紹介していきます。はい。まず、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4k はマイクロフォーサーズレンズを使用します。マウントの仕様だぜまあ、mft って書かれているようなこともありますが、マイクロフォーサーズね。mft レンズを使います。 主にパナソニックさんですとかオリンパ,クス,さんオリンパスさんね、まあ、そういったところのレンズがこのマイクロフォーサーズでマウントのレンズになっています。でカメラのレンズマウントから保護用のダストキャップを外すにはロックボタンを押しながら反時計回りに回してください。まずダストキャップを外してそのマウントにレンズをつけていくという形になります。 でレンズを取り付ける取り外す前にカメラの電源は必ずオフにしてくださいね電源入れっぱでレンズの取り外し取り付けるの操作をしないでくださいとで取り付け方なんですけれどもレンズ上のドットとカメラのマウント部分のドットを合わせます多くのレンズには赤のドットなどの目印がついています ま銀色のねレンズとかだと赤じゃなくて灰色のドット、白いドットかもしれないんですけど、まあとにかくレンズ上にもドットがついてますので、このドットとカメラマウント部分のですね赤いドットをこう合わせて回すという形になります。まあその次ですね。カメラマウントにレンズマウントを乗せ、ねドットとドットが合うようにカメラマウントにレンズを乗せて、でレンズが適切な位置に収まるまで時計回りに回します。 外すときはロックボタンを押しながらレンズを反時計回りに11の12時の位置まで回しゆっくり外すと。はい。ねまず付け方ね。このドットとドットを合わせてでこうカチッとこう、うん、こうこう,こうか <laughs> ねこう時計回りに回します。でロックボタンこれ外れているところの方が見えやすいんでこっちら説明しますけどこのボタンをねここのボタンを押しながらえ付けた時と逆反時計回りに回すと外れますんで。 そうやって外してください。でレンズを装着してないときね、センサーを覆うガラスのフィルターがゴミやホコリにさらされてますので、レンズをつけていないときは常にダストキャップをつけて保護するようにしてください。レンズつける前にここについてたカバーですね。カバー。レンズを外したら必ずそのカバーをすぐはめるという形です。はい、こんな感じでまずはレンズの取り付け方でした。